はい、どうも、僕です。ということで、今回も FF7 続きからやっていきましょう。ということで、前回の続きから、今回は、北条博士との対決ということで、多分北条博士と対決になると思うんで、とりあえず、もうさっさと先に進みましょうか。ってことで、今回のパーティーは、とりあえず、まあ、シンダの一員であるケットシーと、あとはまあ、北条博士と一番面識ありそうなヴィンセントで行こうかなと思います。さあ、ということで、前回は確かにハイデッカーを、こっちやクラウドさん。そう、前回ね、ハイデッカーとキャハとガハハを倒した わけですよ。ハイデッカーとスカーレットを倒したわけなんで、あとはもうあいつだけでしょ。北条社長もまあ爆発に巻き込まれた感じしたんで、まあ生きてたとしてももう戦える状況じゃなさそうだし、であとはタックスとも和解したんで、もう残るは北条とセフィロスのみってことで、めちゃめちゃ今激アツな状況なんですけど、とりあえず反撃しまくって、こいつなんだ、こいつあれかな、ソルジャーかな、ちょっと名前見てなかったけど、多分ソル強っ。えケトシー、お前どうした、ええケトシーなんか強くない、スロットケトシーが究極リミット、なん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 、わけがわからん、わけがわからん、ちょっと待って、ケトシーが強すぎる案件プラスさらにケトシーがなんかリミット技編み出したんだけど、あーあれか、武器新しくしたからか、まあまあそれわかる、ただリミット技、何スロット、まずレベル2しかないのかって話だけど、何が出るかな、サイコロ振ってダメージ、なるほど、まあとりあえずスロットはレベル2にしちゃいますかね、なるほど、まあとりあえずゲットできたんでいいんだけど、どういう条件なんだろう、もしかしてあれかな、神羅カンパニー突入してから初めての戦闘で覚えますよみたいな、そういう感じかな、まあとりあえずさっさと進んじゃいまして、さっき結構ね、あここじゃね、めちゃめちゃ風うるさいけど、ここだよね、なんかこんな感じの場所だったよね、いた北条、もう開始早々よ、始まってまだ5分くらいしか経ってないのにもう会っちゃうっていうね、どうも北条さん、北条そこまでだ、ああ失敗したくか、名前くらい覚えろ、俺はクラウドだ、お前を見ると私は自分の科学的センスのなさに痛感させられる、私はお前を失敗作だと判断した、だがセフィロスコピーとして機能したのはお前だけ、そうやな自分が嫌になるよ、何でもいいからこんなことはやめろ、こんなこと、おお、これかセフィロスはエネルギーを必要としているようだからな、そう、こっからなんかセフィロスにエネルギーを送ろうとしてるんだよね、私が少しばかり力を貸してやるのだ、なぜだ、なぜそんなことを、なぜなぜとうるさいやつだ、ふむ、科学者に向いているかもしれないな、まあ、疑問を持つということは科学者にとって一番大切なことかもしれんけど、エネルギーレベルは 83% か、時間がかかりすぎた、息子が力を必要としている理由はそれだけだ、クラウド今のうちに飛びかかれ、今だったら絶対いけるから、何棒立ちしてんの、もう今しかないでしょチャンス、息子とか聞いてる場合じゃないって、ヴィンセントそっから銃撃てよあいつは知らないがなセフィロスのやつ、私が父親だと知ったらどう思うかな、あいつは私のことを見下していたからな、そういえばあれか、セフィロスってこう暴走する前まで神羅に勤めてたから、まあ、北条とも面識あってもおかしくないのか、でもガスト博士がお父さんみたいな話してなかったっけ、どういうことだ、セフィロスがあんたの息子私の子を身ごもった女をガストのジェノバプロジェクトに提供したのだ、これヴィンセント連れてきて正解だったんじゃねセフィロスがまだ母親の体内にいる頃にジェノバ細胞を貴様あんたがこんなことをしているのはセフィロスへの罪滅ぼし、
違う違う、科学者としての欲望だ。私は間違っていた。眠るべきだったのは貴様だ、北条。私は科学者としての欲望に負けた。この間もな、負けてしまった。自分の体にジェノバ細胞を注入してみたのだ。やばすぎだろお前。ってことはあれか、北条が今からジェノバになるってこと。結果を見せてやろう。熱いね。熱いね。でも北条博士じゃあ、ゴリゴリ人間体だけど、クッカッカッ、とりあえず叩きます。どうした、なんだなんだ、めっちゃ顔色悪いけど大丈夫か。あ、カプセル。すごい科学者っぽいことやってますけど、なんだ。おお、なんか出てきた、なんか出てきた、まあ、なんか出てきたんだったらバハムートゼロ式使うだけよ。さあテラフレア見せつけちゃって、ビセットちゃん。さあ北条博士に復讐の時、てか何気ゼロ式使うの初めてかな。あ、見たっけ、あんま覚えてないけど、まあ、とりあえず見ますか。宇宙の彼方から、お、なんだ、かっけえけどなんか、なんだ、なんか違和感なんか違和感、機械的な感じがするけど、おお、なんかバハブート感がない、なんかまた別の何か、なんか別の何かを感じるけど、まあただすごいかっこいいです。死んだな。ああ、これはもう北条のみならず、もう神羅カンパニーの全員死んだな。さあ、まあ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 強いんだけど、なんか見かけ倒し感といいか、うん、ケットシーン2発分のダメージか。あーって感じね、うん、あーって感じだけど、まあまあまあ、とりあえずここでまたバハムートを間髪なく撃っちゃっていいかな。うん、オッケーオッケー。全然効かない、全然効かない、何も効かんからさ、メガフレア。さあ続いてはバハムート、ノーマルバハムートでいきます、まあ、実質ゼロ式といっても過言ではないかね。うん、なんていうの、もうバハムートバージョンゼロみたいなとこあるから、実質ゼロ式みたいな、何言ってるか分かんないですけど、とりあえずバハムート、やっぱこっちの方がね、バハムート感はあるよね。なんかさっきのね、なんかリバイアさんとバハムートマスターみたいなそんな感じしたからね。おい、あ、強いなやっぱり。もう倒したから、とりあえず叩くか。では魔鋼ジュースの効果はどうかな。魔鋼ジュース、何そのえ、いや、第2形態、いや、きっしょ、きっしょ、北条博士、きっしょ、あ、どうした、え、僕、間違ってクラウド攻撃してた。待って、とりあえず、コンフィ、おいおいおい、てって、しかし、僕はリボンつけてるのに問題なしング。一旦殴ろう。待って、とりあえず、盗めるかやってみて、あと、アイテムで、ちょっと死にそうなんで、ちょっと回復クラウドする。で、あとは敵の技で、特にやることでもないんだよな。とりあえず、召喚何やったっけ、フェニックスか。じゃあ必殺一回使う。時間がな、ないから、ラムもな、微妙だしな、叩きか一旦。フリーズ、デス、デスペル。フリーズ、いや、なんかあんまり良さそうなのないな。叩くか。あ、待って、死んでるクラウドが死んでる。こういう時はしっかりとフェニックスのをクラウドに使う。まあ、そこまで、いや、どうだろうな、ちょっと怖いな。まあ、ただ死にやしないって感じかな。うん、特に欲しいのはないんで叩いて、ホワイトウィンドウ打ちたいから、とりあえずクラウドだけは回復してほしいんだけど、とりあえずどうしようかな。いや、これはホワイトウィンドウチャンスか。あー、そうだね、混乱してるから、ホワイトウィンドウ使ってしっかりと混乱回避して、あ、まあ、混乱治ったけど治ったけど、で、まあ、攻撃、どうしようかな。ただ回復がな、あんまいいのないんだよな。もうエリックス
さ、使っちゃっていいっすか。うん、ちょ、もうそういうの出し惜しみしてる場合じゃないんで。で、やることがない、本当に。なんかミスったな、人選ミスしたかもな。え、叩いて敵の技持ってる人一人もいないからな、クラウド以外。盗むは意味ないから、とりあえずじゃあ、でもやることが本当にない。助けて、敵の技で回復するでしょ。まあ、殴ってりゃいっか、言ってもみんなボコボコに殴ってください、北条博士のこと。もうフルボッコよ。クラウドが回復して他はみんなもう殴りまくっちゃうみたいな感じで、良さげだな。うん、別にそんなダメージ、どっちかというとクラウドがやばいけど。ブリザラでしょ、召喚も特にないし、とりあえず、うん、ホワイトウィンドウ打ってリミット技が溜まったら使う感じかな。ガーディアンビースト、さあ北条博士に改造されたその体、北条博士にそのままそっくりそのままお返ししちゃいましょう。さあグワーといきまして、さあいいねさあバーサクダンス、いいよいいよ。もう北条博士が改造したことによって逆こう、お、あれ相手もしかしてあれ V 破壊あった、全然あ、な何相手に攻撃できなくなった。あ、え、嘘でしょ、終わり、え、嘘、終わり、え、嘘、まだあるよね、さすがに。あるよかった、よくはないんだけどさ、さすがに見かけ倒しすぎるからよかったわ。コンボ、いや何そのパズドラみたいな。あ、しかしパズドラだったら、いや、いいよいいよ、カウンターできるから全然 OK。 とりあえず敵の技でホワイトウィンドウでしっかりと毒回復するビーストフレア、いいね。で、やることがまたなくなったから、フルケアも微妙だしな。あ、そっか。あれ使うの忘れてたわ。そう、クラウドしか敵の技使えないからさ、使うの忘れてたけどさ、あれだ。なんだっけ、マイティーガード。あれ使わないとヘイストかかってないから、さ、それミスったな。まあ、しょうがない。さ、コンボ。さ、これでしっかりと反撃する。もう実質こっちがコンボだからね。クラウドに当たることによって反撃するという、新たなコンボ。さ、1800。そっか。クラウドは毒かかんないのか、リボンつけてるか。これ強いな。待って。クラウドゲーだこれ、クラウドファンティング始まっちゃったわ。とりあえずやることがあるんだよね。マイティーガード、マイティーガード使ってしっかりとヘイストと、バリアとマバリアをかける。そっか、そうそうそう、ヴィンセントね、あれなんだっけ、特技ダメージじゃなくて、なんだっけ、とりあえず魔法反射できるようになってるんで、これが強い。まあ、一応ね、ベホマじゃない、もうやばい、あれドラクエのなってるなんだっけ、キアルとかさ、回復がそのね、反射しちゃうから良くないんだけど、こういう場合めちゃめちゃ強いね。とりあえずこれはホワイトビンドで回復する。で、まあ、あとはもう叩きまくって言えばいいでしょう、正直な話。反撃するもう反撃ゲーだからね。はい、食らう、反撃するっていう、もうそれだけのこと。さあ、そしてさらにホワイトビンドで回復し、毒も回復。いや、強いね、安定している、非常に安定。 OK、 対戦ありがとうございました。さすがにこれで終わりでしょう。 OKOK、 いや、口ほどにもねえな、確かに強いけどね。うん、まあ、さっきのガハハとキャハハに比べたらめちゃめちゃ強い方であるけど、いや全然よ、レベルめちゃめちゃ上がるんだけど、やば。さ、パワーアップもうあれだからね、血統値に関しては2上がったからね。さ、北条博士は撃破しましたと。ふう、これで診断も終わりだな。北条、永遠に眠れ。よう来てくれました。いや、お前一緒にいただろ。すごい右手を、右手違う、左手か。左手をすごい動かしまくってるけど。神羅は終わりました。終わったな。メテオが落ちてくるまで、あと。でもな、リーブ君がいたら全然ね、シンラをいい方向に立て直せそうな気もするけど。あと7日ってじっちゃんが言ってた。あ、じっちゃんってどこ行ったんだっけ、というか、あれ、じっちゃんどこ行ったんだっけ、あんま覚えてないけど、なんか都、忘れられる都行った後なんかどっか行ったよね、あれどこ行ったんだっけ。まあいいや。うん、なあレッド13、コスモキャニオンの人たちに会いたいか。うん、マリンに会いたいだろ。そんなこと聞くなよ。俺たちがセフィロスを倒して、あれかもしかして最終決戦前にみんな故郷に戻る的な。そして
ホーリーを解き放たないと、7日後にはこの星そのものが死んでしまう。俺たちがセフィロスを倒せない、それは俺たちが死ぬということだ。メテオで死んでしまう人たちより何日か先にだ。戦う前か負けること考えるんじゃねえ。違う。俺はなんていうか、みんなが何のために戦っているのか、それを分かっていてほしいんだ。星を救う、星の未来のため、確かにその通りなんだと思う。でも本当はどうなんだろう。俺にとってはこれは個人的な戦いなんだ。セフィロスを倒す、過去との完全な決別、それが星を救うことにつながっているんだ。俺考えたんだ、やっぱり俺たちは自分のために戦っているんだ。自分と自分が大切にしている誰か何か、そのために戦う、そのために星を救う戦いを続けているんだ。確かに星を救うってのはなんとなくかっこいいよな。でも俺にできたのはあのマコール爆破だけだ。今となっちゃあんなやり方はいけなかったってことがよくわかる。仲間たちや関係ない大勢の人間を不幸にしちまった。最初は信頼の復讐だった。俺の故郷を奪ったよ。でも今はそうだぜ、俺はマリンのために戦ってるんだ。マリンのために、マリンの未来のために。そうか、俺はマリンのために星を救う戦いをしているのか。会いに行けよ、その気持ち確かめてこいよ。みんなも一度船を降りて、そして自分の戦う理由、それを確かめてほしいんだ。そしたら帰ってきてほしい。誰も戻ってこないかもしれねえぜ。メテオでどうせ死んじまう、無駄なあがきはやめようってよ。俺は自分が戦う理由を知っている。紛れもなく星を救うために戦う。でもその中には個人的な、とても個人的な俺の思いがあるんだ。みんなはどうだ？俺はみんなにもそういうものを見つけてほしいんだ。見つからなかったら仕方がない。理由なしでは戦えないだろう。だから帰ってこなくても仕方がないよ。大人だな、クラウド変わったな。自己中なクラウドからみんなを思いやるクラウドに進化しました。ティファはどうする？忘れちゃったの？私一人なんだもん、どこにも行くところがないんだもの。悲しいことを言うな。そんな急に。みんな行っちゃったね。ああ、俺たちには帰るところも待っていてくれる人もないからな。そうだね。でもきっとみんな戻ってきてくれるよね。さあどうかな。みんなそれぞれかけがえのない大切なものを抱えてるし、それに今度ばかりは相手が相手だ。うん、それでも私平気だよ。たとえ誰も戻ってこなくても、クラウドと一緒なら、クラウドがそばにいてくれるなら、怖くても負けないよ私。ティバ、私たちこれまではずっと遠く離れ離れだったんだね。たとえどんなに近くにいても。でもライフストリームの中でたくさんの悲しい叫びに囲まれた時、クラウドの声が聞こえたような気がしたんだ。クス、クラウドは知らないって言うかもしれないけど、でも胸のずっと奥の方であなたの声が私の名を呼んでいる、そんな気がしたんだ。ああ、あの時俺にもティファの叫ぶ声が聞こえたよ。ティファの声が
ライフストリームの意識の海から俺を呼び戻してくれたんだ。約束したもんな、ティファに何かあったら必ず駆けつけるって。ねえクラウド、私たちの声を星たちも聞いていてくれると思う？頑張ってる私たちの姿を見ていてくれていると思う？さあな。でも誰かが見ていようといまいと、とにかくできることをやるだけさ。自分自身を信じて。ライフストリームの中でティファにそう教えられたよ。うん、そうだね。なあティファ、俺ティファに話したいことがたくさんあったんだ。でも今こうして二人でいると、本当は何を話したかったのか。クラド、思いを伝えられるのは言葉だけじゃないよ。ティファ。もうすぐ夜明けだな。ごめん、起こしちゃったか。もうすぐ夜が明けるよ、ティファ。うん、おはよう、クラウド。もう少しだけこのままでいさせて。二度と来ないこの日のために、せめて今だけは。ああ、いいよ。これは俺たち二人に許された最後の時間かもしれないから。かっこよ。昨夜はお楽しみでしたね。そろそろ時間だ。でもまだ。いいんだよティファ、昨日ティファにも言っただろう。少なくとも俺たちは一人ぼっちで行かなきゃならないわけじゃない。うん、そうだね。よし、それじゃあ行こうか。え、嘘。いや、飛空艇の中にいましたよ的な感じでしょう。二人きりだと飛空艇ひどすぎるね。やっぱりちょっとだけ寂しいな。いやでもここで話してるってことはこの先にいるんじゃないっすか？もしくは後からついてくるか。心配するな、大丈夫だ。俺がみんなの分も大騒ぎしてやる。それにパイロットは俺だ。今までみたいに安心して乗っていられないからな。寂しがってる暇なんてないぞ、きっと。あれ？動き出した。あ、ケトシ。お、いんねえ。二人だけど少な。なんか少な、その左の方に誰もいないと。バレット、シド。あの、そうか、ケトシは本体は残しておいて、本体じゃないわ。ケトシの状態のとこは残して、あれか、あの、リーブ君として今言ってんのか。おう、もういいのか。おう、ナナキー、レッドサーティン、どうして声かけてくれなかったの？だってねえ、シド。なあ、レッドサーティンよ、
邪魔しちゃ後で何言わいかわかんねえもんな。見てたの？いいじゃん、ビンセント。なんだその驚いた顔は。私が来てはいけなかったのか？いつも冷めてたから関係ないって顔をしてただろ。冷めて？私はそういう性格なのだ。悪かったな。かっこよ。かっけえ。何？帰ってきたみてえだな、シンラの部長さんがよ。あ、そっか、あれか、なんかケトシーってなんかいつも通信来るとなんかピカーンって光るのか、赤く出ました。僕も本体で来ようと思ったんですけど、いろいろやらなあかんことがあって。ほんでミッドガルの人たちですけど、一応避難してもろてますのや。すいませんけど、この作り物のボディで頑張らせてもらいます。まあ、いきなりリーブ君来ても困るけどな。急にって。よかったよかった、むしろよかった。さて、全員揃ったな。ユフィいなくね？ユフィいないよ。まあ、ユフィは来なくても別にいいっす。あいつは来ねえだろ、きっと。でもよ、俺たちのマテリアを盗んでいかなくった、それだけもよかったんじゃねえのか？いるやないかい。めちゃめちゃ。てかどこいたの？ひどいな。船用に負けないでここまで来たんだよ。最後の最後に抜けちゃって、美味しいとこ全部持ってかれるなんて絶対嫌だからね。おかえりユフィ。おろ、クラウド優しいね。なんかあった？まあ、いっか。じゃあ私は通路の指定席で待機。うっ。じゃあ本当に全員集結ってことか。みんなありがとう。お前のために戻ってきたわけじゃないんだからね。俺の大切なマリンのため、それと同じくらい大切な俺の気持ちってのか。俺はよ、今ここにはいねえ。ここにはいないけど、オイラたちにチャンス残してくれた。このままってわけにゃいかねえよな。エアリス、最後に微笑んだんだ。その笑顔、俺たちが何とかしないと。張り付いたまま動かない。みんなで行こう。エアリスの思い、星に届いたはずなのに邪魔されて身動きできないでいる。エアリスの思い、解き放つんだ。気が変わったってやつはいねえよな。頼む、シド。へへ、ここにずっと気になってたレバーが2つあるんだが、ちょっと試させてくれよな。じゃあなんだ、クラウドさんよ、いっちょ決めてくれ。俺たちの最後の戦いだ。目標は北の大空洞、敵はセフィロス。行くぜ、みんな。熱いね。第2章終了、第2章コンプリート。ついに最終章。最終章はもうセフィロスと戦うだけだからね。いいね。もうすぐ北の大空洞だな、セフィロス。待ってろよ。おう、突っ込むぜ。ついに。おのど、どうした、どうした、シド。あ、コントロールできねえ。すっげえエネルギーだ。おお、そういえば忘れてた。そう、空いてたからなんか寂しいなと思ったら、なんだてめえら、実家へ帰れって言ったじゃねえか。そうです、ここが僕たちの家です。タコつきやがって。分かったぜおめえら、俺様をしっかり押さえやがれ。行くぜ。
あ、セーブします。セーブします。セーブ1じゃあセーブしましょうか。とりあえず怖いんで一番下にセーブする。どうしよう。じゃあここにセーブします。はい、セーブしました。あら、エッチ。え、どういう状況。あ、もう行きましょうってこと。ただまだ行きたくないんですけど。お気をつけて。ちょ待って、もうこれ終わりなんだよね。ただやり残してることはめちゃめちゃあるんで、ちょっとこうめちゃめちゃいいとこなんですけど、ユフィ大丈夫。クラウド、この書類にサインして。なんだ。戦いが終わったらマテリア全部ユフィさんのものです。そう書いてある書類よく読んでサイン頼むよ。ダメだ、書類は読まない。あ、酔うからってことますか。字を読むと気分が悪くなる、船酔いがひどくなるからな。はう、それよくわかるから何も言えないよ。くそ、作戦失敗。あとでレッドサーティンからかってうさばらししちゃおう。かわいそう。ただね、ちょもう今行きたい、めちゃめちゃ今ねセフィロスと戦いたいんだけど、ちょっと一旦、え、これ戻れるよね、真っ暗。え、大丈夫。僕忘れません。何があってもこの旅のこと、皆さんのこと絶対忘れへん。へへへ、時迫るってやつだな。なんだか体が震えて気持ち悪いぜ。僕はそのへへの方が気持ち悪いですけどね、うん、でも好き。ねえクラド、大丈夫って言って、ね、ちょっと気取って。大丈夫だよ、大丈夫だよティファ。あ、本当に大丈夫って気がしてきた。ありがとうクラウド。あ、よかったんだ、今のでよかったんだ。私大丈夫、もうおじけづいたりしないわ。オッケー、いいじゃん。さあそしてシード、おめえよ、ラブレッス、ラブレッスん？で芝居見たことあるか。ナイス。け、確かにおめえは芝居なんて興味ないって風だよな。え、ちょ待って、ごめんって。あるってことにしよう。本当か、まあいいけどよ。あの芝居をよ、俺様がガキの頃から毎年夏にやってんだよな、確か。んでよ、俺様一回だけ見たことがあんだけどよ、あれはパイロットの面接にミッドガルに行った時だったな。暇つぶしに話題のラブレッスで会ってんのかな。でも見るかってなもんよ。自慢じゃねえが、俺様は芝居の図には全然興味がねないんかい。今の話し方的にさ、クラウドはないっぽいけど僕はありますよ的な感じかと見せかけてお前ないんかい。自分でも予想してたけどよ、ガーガー寝ちまったぜ。隣にいた客にいびきがうるさいと起こされたのがラストシーンでよ。だから俺様はあの芝居の最後のあたりだけは覚えてるぜ。主人公の姉ちゃんが恋人に聞くんだよな。どうしても行くの？そしたら男がよ、約束だから大好きな人たちが待ってるんだ。わからない、わからないけど、でも絶対死なないで。もちろんここに帰ってくるよ。約束なんかがなくても待っていてくれてる人がいること、俺は知ってるからな。俺様よ、そのセリフを聞いて思ったぜ。何言ってやがんだってな。でもよ、今はよ、今はよくわかるぜシエラか。俺様はあと一仕事終わったら船を降りるんだ。そうするぜ。オイラは瀬戸の息子ナナキ、何も怖くない、怖くない、大丈夫大丈夫。オイラは勇者瀬戸の息子ナナキ、セフィロスなんか怖くない。クラド、船を大空洞へ、空を駆け巡る時間は終わったのだ。今は地の底が我々の戦場、天の光ではなく地の底の闇こそが明日への扉。すごいカッコつけてんな、こんな時でも。さあということで、じゃあもう困ります、困ります、もう君に関してはいつも通りと。お、一人前のパイロット、ちょっと行きましょうか。うん、
多分これでいけるよね。オッケーオッケー。で、とりあえず大空洞行きたいところなんだけど、まだまだやってないことあるよね。他の街とかもまだ行ってないとこあるし、こういうね。あとチョコボね。いや、僕チョコボをマスターしたい。もうチョコボマスターなんで僕はね。あと、マテリアとかも全然回収できてないんでね。なんだっけ、ヒュージーマテリアだっけ、あれがね、なんかできてないんで、とりあえずそこら辺やりた。ミッドガルも電気なくなってっけど、ミッドガル大丈夫なんかな。まあ、こういうとこ見ていきたいんで、とりあえずね、今回この辺で終わりにして、次回からちょっとおまけみたいな感じで、とりあえず今やってないね、ストーリーじゃなくてやってないこととかやっていけばいいなと思うんですけど、ちょっと待って、一旦さ、あ、いいね、君に関してはもう雑魚よ、今の僕たちに関しては。僕たちのコンドルフォートもコンドルなくなってる。多分コンドルフォートはもうできないんだと思うけど、こういうミニゲーム的な感じのやつもやりたいんでね。で、今一旦ね、あ、そう、あと他にもいろいろ森チョコボとか山チョコボだっけとかじゃないといけない場所とかもあるんで、あと召喚獣マテリア、これはね、やっぱり召喚獣マテリア全部集めたいんで、まあそういうのもやっていきたいんで、とりあえずよ、一旦僕はあそこ、ここ向かいたかったんだよね。ゴールドソーサー。多分ゴールドソーサーは、多分ここ今終わったんで、おそらくやってるんじゃないかなと思うんで、とりあえず、まあいいや。今回いいや。とりあえず今回ゴールド、次回からゴールドソーサー行ったりして、まあ遊んでいこうかなと思います。ってことで、まあストーリーはあと2、3パート後かな、やるとしたら。ってことで今回はここまで。バイバイ。